旅にようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。どちらコカ・コーラのコスタコーヒーブラックとカフェラテを飲み比べたいと思います。コスタコーヒーって何なのかっていうのはここにこう丁寧に説明を書いてくれていますね。ちょっと見えづらいかもしれませんけど、なんだっけ、ロンドンにて創業するコーヒーブランドということらしいですね。省略しすぎか。ではまずはカフェラテの方から飲んでみたいと思います。ちょっと戸口が大きめのボトルですね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。確かにいつものコーヒーより濃厚かもしれませんね。濃厚じゃない、芳香か。ただしそれはですね、ここに書かれているのですが、一般のコーヒー製品と比較して、まあコカ・コーラ社だけなのかもしれません、約 1.3 倍のコーヒー豆を使用と書かれているだけあって、ブラックの方は結構苦味が強めですっきりとした味わいを楽しむことができましたね。一方カフェラテの方はそこまで違いもないかなというような印象でした。まあマヨかさ、まろやかさはありましたが、なのでよりコスタの味を楽しみたいのであればブラックの方がいいと思いますので、これ回はカフェラテをこちらの点数、ブラックをこちらの点数とさせていただきます。まあどちらもコーヒー好きの方におすすめはできますが、それではチョウが舞う雨の夜長を待つ椅子か。いや、夜は蝶は回りませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回のレポートでお会いしましょう。